水中探検家ヒロブです。前回の動画、トンガの噴火から、日本の危険な火山などを紹介しました。そして予告通り、今回は、ある学者が、学者たちが、2015年に発表した、世界の危険な、火山ベスト10を紹介したいと思います。ウォーターワールドでなぜ火山かという人がいるかもしれませんが、火山は本当に水に関係してるんですね。海洋プレートが大陸プレートに沈み込むとき、含んだ水が大陸プレートに影響を与えて融解温度を下げ、そしてマグマができます。そしてそれが噴火をしてくる。これがこの海洋の海溝付近に、現れる火山、そして、太陽の中、プレートが分かれるところ、中央海嶺ですね、海の中です。そこからもマグマが出てきます。そして海のど真ん中、プレートの真ん中に、マントルから熱いところが出て、ホットスポットができます。そこから、火山ができて、これがねハワイとかですね、やっぱり海に関係しているので、ウォーターワールドで火山をこれからも取り上げていきたいと思います。それでは早速 Google Earth を使いながら説明したいと思います。それでは今回世界で最も危険な火山ランキングトップ10というのを紹介したいと思います。これはですね、マンチェスター大学のアルバート教授らの研究結果用に発表されました。2015年ですね。選定基準は今後10年から100年以内に壊滅的な噴火を起こす可能性がある。本格的な大噴火の影響から100万人以上の人民が危険にさらされる可能性がある。近い将来に噴火を起こす可能性があり、さらに100万人以上の犠牲になりうるという火山ですね。それではですね、10位の方からですね、行ってみたいと思います。10位はケルート山、インドネシアです。地球がこうありますね、ぐるっと回ります。インドネシア、これは環太平洋じゃないんですけど、インドと、オーストラリアプレートが上に上がってます。このインドプレートとオーストラリアプレートは分かれているという説もあるんですが、今回は一緒ということで、説明したいと思います。ここに押されます。そうするとここに、インドネシアの下のところに海溝ができます。そしてですね、この海溝で、10位、ジャワ島ですね、インドネシアの人口の大部分が住んでると言われるこの、ジャワ島、そこにね、やっぱりこのモーって言ってるの火山がすごくあるんですけど、ここにケルート山があります。で、こういうふうに見ると大都市がありますね、マラン。で、その横にですね、このケルート山があります。ケルート山。これが噴火すると何が危ないかというとですね、大都市がそばにあります。そしてですね、これはね、過去600年で、1万5000人以上の、死者を出してて、歴史の中で1000件以上噴火してます。そしてですね、このそばには大都市があります。こんなに人が住んでますね。ということで危険があるということですね。この隣の火山も、ここも火山だし、こっちにも大きなカルデラがあります。ここが、10位、ということですね。このそばにも火山が結構ありますので気をつけてください。そして第9位、これはですね、フィリピンにあります。フィリピン、地球上でここですね。はい、フィリピン海プレートがこちら側に動いています。太平洋プレートもこっち側に動いています。そして、ここの奥まったところにこうフィリピンがあるんですね。日本列島と同じような感じに、海溝に囲まれています。だからフィリピンにも火山がたくさんあります。そしてですね、マント・マヨンサはですね、このルソン島の端っこですね。すごい綺麗な山なんですけど、こういう風に見えるとここに2つの火山がありますね。マント・マヨンサこれかな、あ、違う、マント・マヨンはここかな、ここだ。こう、これもカルデラがあるんですけど、ここに大きな
山があります。富士山にそっくりなマヨン山ですね。でこれもですね、なぜ危ないかというとですね、これはね、もう今でも活火山なんですけど、こう流れていくとですね、ここにすごい大きい都市があるんですね。人もたくさん住んでいます。レガスピっていうところなんですけど、噴火によって、すごい被害が起きる。でこっちにも垂れ下がったところがあって、ここにも人が結構住んでいます。こっち側にも人が結構住んでいますということで、麓に結構いろんな人が住んでいるということですね。これを気をつけてくださいということです。はい、それではですね、次もフィリピンです。タールさん、フィリピンまた見ますね。このフィリピンはこういう風にやってるんで、やっぱりこういう風に火山ができるんですね。それでタールさん、あのフィリピンにはですね、ちょっと前に、この近世では一番噴火したというピナツボ火山があります。ここに、フィリピンのアンゲレスにある、クラーク空軍基地が、壊滅したというね、ここにありますね、クラーク空軍基地が壊滅したという、こともあります。そして今回危ないのはここですね、タール山。ここに大きな湖があります。これがですね、大きなカルデラになってます。そしてこの島にタール山っていうのがあります。大きな火口がありますね。これ高さはそんなに大きくないので、世界で一番小さい火山などとも呼ばれていますが、これ絶対大きな、すでに今でも噴火しています。これが気をつけてください。このそばにもですね、すごい人がたくさん住んでいます。で、首都のマニラにもすごい近いということでですね、気をつけてください。あとダイビングをしている人にはですね、ここに、有名なアニラオというところがあります。そしてテクニカルダイビングをしている人にはですね、聖地になっているプエルトガレラがここにあります。すごく影響を受けるところですね。はい、ではフィリピンもいろんな火山があるので気をつけてください。続いて、ですね、7位、カメルーンさんですね。カメルーン、サッカーで有名ですね。どこにあるんでしょう。地球儀を回してみましょう。こっちですね、アフリカです。これはですね、こう白、緑、白って名乗ってますが、これが熱帯雨林地方で、上は砂漠です。そしてですね、カメルーンさんがあるのがですね、ここです。カメルーンがあって、ここの島があって、ここに、大きな火山が、これかな、カメルーンさん、カメルーンさん、これかな、あれ違うな、カメルーンさん、カメルーンさん、どこだ、これかな、これです、カメルーンさん、カメルーンさんがあります。これもですね、首都すぐそばにね、大人口、すごい人が住んでいます。でですね、このね、火山っていうのはですね、そばに海溝がないんですね。だからもしかしたらこれちょっとよくわかんないのかもしれないんですけど、ホットスポット、マグマが上がってくるところに火山ができてるのかもしれないですね。プレートとしてはアフリカプレートで、ここに、中央海嶺があるんですね。中央海嶺があって、こっからアフリカと南アメリカが分かれていたところなんですけど、そこの分かれたところのプレートのど真ん中にやっぱり火山があるんですね。これはちょっと、ね、すごく注意するとこだと思います。この、紀元前5世紀ぐらいが、最後だと言われています。はい、続いてアグンさん。アグンさん、ダイビングをやった人なら聞いたことがあると思います。それがあるのはインドネシア、バリ島です。バリ島はジャワ島の横、拡大してきますね、バリ島、はい、ここです。バリ島、有名なトランバンポイント、ミンピ、テペコンミンパ、それからこっち側にはムンチャンガンがありますけど、これ危ないのがこれですね、アグンさん。
今でも時々、最近でもね、2年前ぐらい、3、4年前ぐらいかな、大噴火をしましたね。それで、やっぱりここはですね、海溝があるんですよ。海溝があって、こっちに押されて、第1列があって、ここは第2列のとこに火山がすごくあるんですね。さっき言った、ここの、ですね、山、このケルート山もその火山帯にあります。そしてこっち側に行くとアグン山、そしてですね、その横にも大きなカルデラがありますね。日本人なら有名なキンタマーニーがあります。キンタマーニーでもこのね、外輪山の尾根沿いに町があるんですね。そしてやっぱりここにも大きな、カルデラがあります。火山の島というのがよくわかりますね。はい、続いて、5位、メキシコです。メキシコですよ。はい、地球儀を上げましょう。太平洋を渡りましょう。はい、ここにはですね、北アメリカプレート、南米プレートの他にですね、こういう風にココスプレートがあって、ここにカリブ海プレートがあって、さらにここにナスカプレートっていうのがあるんですね。プレートがすごい集まっています。そしてここの危ないところっていうのがですね、ここ海溝がありますね。ココスプレートはこっち側に入ってます。カリブ海プレートはこっち側に行ってます。で、北米プレートの境に、ここに第一列の他に、ここに造山帯ができるんですね。メキシコシティのここちょっと緑、ここが火山帯ですね。でメキシコシティのそばに山があります。ここですね、ここの造山帯なんですけど、ここの火山とかですね、一つでもここは危ないと言われてますね。だけどここにはですね、いろんな火山があります。こっち側も火山、はい、火山、そしてこっち見るとこうみんなカルデラです。火山で、火山がすごくあるのに人口が密集してるんですね。メキシコシティ、もう世界的に人口が多いところでも有名です、メキシコシティ。そしてこっちの山の横にはですね、こういう、ですね、ね、やっぱり大都市があります。そしてこっち側のところではですね、こういうところに言うとトルカとかですね、やっぱり人がすごい住んでます。で、ここのエリアだけで2500万人ぐらい住んでるって言われているので、本当に危ないです。気をつけてください。はい。はい、続いて第4位。はい、来ました。第4位行く前に、前回ですね、トンガの説明しましたね。トンガがあって、で、こっちに火山帯があって、で、この前、フンガトンガ。噴火したのはここだっていうふうに言いました。で、その時にですね、ここがユーラシアプレートって言っちゃったんですけど、正確にはですね、このユーラシアプレートはここで終わっていて、フィリピン海プレート、太平洋プレート、オーストラリア、インドプレートに挟まれたところ、ここがラジャンパッドになって、ここが分かれて4つのプレートがぶつかってるっていうところで、すいませんでした、間違いです。で、パパニューギニアはここプレートがぶつかっているところですね。ピヨーンとでこうなってるということを言いました。はい、すいませんでした、間違えました。そして、第4位いきます。第4位は日本です。日本ですごく有名なのが今も噴火している大きなカルデラ、阿蘇山で噴火してるのは今ここですね。ただですね、破局噴火っていうのがありまして、カルデラ噴火っていうのがあるんですね。で、阿蘇山はですね、27万年前から9万年前まで大きなカルデラが噴火が4回起きてます。それでですね、だいたい周期としては6000年、
6000年に一度噴火していると言われています。そして一番最近に起きたのが7300年前なので、いつ起こっても不思議じゃないということですね。これが阿蘇ね。で、そういう時にもし、カルデラ噴火が起きた場合は火砕流がこっちに、大分の方まで流れたり熊本の方、そして長崎の方まで行ったり、それで昔の、一番阿蘇のカルデラ噴火4回目の時がすごい起きて、この山口の方まで下関とかこっちの方まで火砕流が走ったと言われています。この辺り住んでる人はですね、火山の、盛り上がって隆起してきたとかそういうことがあったら火山はもう科学ではどうしようもないので、身を守る行動を考えた方がいいんじゃないでしょうか。そして第3位、フレグレイ平野。フレグレイ平野聞いたことないですね。ここが環太平洋から違いますね。で、日本地図とか見るとヨーロッパっていうと大体こっち側にあの中国の方行ってみるんですけど、逆の方行ってみましょうね。こうでヨーロッパ行くのはもう飛行機で飛ぶと一番いいのは北極通って行っちゃいましょう。北極通って反対側に行っちゃいましょう。北極通ってあっと行くとほらもうイタリア行きました。反対側にイタリア、反対側にぐーっとこれ回すと地球がぐるぐる回っちゃうんですね。 Google Earth、 これを北極をうまくやるのは難しいんですけど、はい、だいたいこのくらいかな。イタリアです。イタリアにあります。イタリアもですね、このアフリカプレートが上に行っています。そして、こっちに押し寄せているので地中海のところにこうやっぱり、ですね、押し寄せているところの境目があるんですね。ということでイタリアは火山が結構あります。有名なのはポンペイが噴火して一夜に都市がなくなったっていうこともありますけど、今回危ないのがフレグレイ平野、有名なナポリがありますね。でナポリって言うんですけど、日本で食べてるナポリタンは、ですね、イタリアではナポリタンっていう食べ物はないので、その辺は、イタリア行ってナポリタンって頼まない方がいいと思います。そしてフレグレイ平野っていうのはですね、ここに大きなカルデラがあるんですね。まあこっちの横にも火山があるんですけど、ここですね、よく見てみると大きなカルデラがたくさんありますね。でこれがですね、大きなカルデラになって、でここが、非常に危ないと言われています。そして噴火したらやっぱりナポリもあるし、人がものすごい、このカルデラの中にめちゃくちゃ人が住んでるんですね。これを気をつけた方がいいと学者は言っております。はい、それでは第2位、はい、ニカラグアです。はい、はい、じゃあまたこれからヨーロッパから南米の方行って近いですね、太平洋。はい、ニカラグア、はい、北アメリカがあって南アメリカがあって地球があります。ここね、実際今つながってるんですね。人工的に開けたパナマ運河がここにあるだけなんですけど、これ人工的に開けたんですね。でその北ですね、地球のところにありますニカラグアという国です。でどこが危ないかというと、ここもですね、海溝、これはね、ココスプレートがこっちを押してるんですね。でここカリブ海プレートが押してます。北米プレートがあります。なのでここにも火山がすごくあります。で、ここにもね、わーって見ると火山がビュン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 ってあるんですけど、学者が言ったら危ないところはここです。はい、アポヤケ山、湖の中にすごい噴火口があるんですけどね、ここが爆発すると水の中が爆発するので、この水も一気に流れてきます。そしてこの人がもうこんなに人が住んでるんですけど、ですね、10キロくらいしか離れてないですよね。もうだから大被害になることが予想されると言われています。これは本当に危ないですね。そしてこの火山っていうのはですね、2000年ごとに
噴火してるらしいんです。でですね、最後の噴火が2000年前なんです。ということは本当いつ噴火してもおかしくないということですね。ここを気をつけてください。だからここがもう破局噴火を起こしたら本当にね、この中米っていうのはすごく大変なことになっちゃうと思います。はい、そして第1位、これがですね、謝ります。前回硫黄島って言って、このホームページ英語で書いたんですよ。英語で書いたんで、日本にはですね、硫黄島が何個もあるんですね。で、すいません、1位は日本の硫黄島です。で、前回のところで危ないのは機械カルデラがあるこのね硫黄島、ここも確かに今危ないんですけど、隆起をしてるって言っちゃったんですけど、ここのことじゃなかったんですね。ですね、硫黄島がここにあって、でここにですね、昭和で島ができた昭和硫黄島というのもあって、で竹島があって、でここに、岩があって、これが大きなカルデラになってるんですね。でこっちの横の口永良部島とかっていうのもそこに、関わっている、カルデラって言われてるんですけど、今回学者が言ったのはこの硫黄島じゃなかったんです。はい、有名な小笠原諸島の横にある、っていうか南西にある小笠原諸島、火山列島って言いますね。こうそこの硫黄島ですね。硫黄島どこだ。硫黄島は小笠原の場所、ここですね。硫黄島があります。硫黄島でここはですね、今立ち入りできないんですよ。陸自衛隊が入っている限りで、でここが、年間、4センチぐらい隆起してるって言われてるんですね。で下に大きなカルデラがあり、マグマだまりができてると言われてます。この証拠っていうのがですね、昔の地図でよくですね、これ、島だったんです。島だったんですが、隆起してもうここ陸地になってますね。それで最近隆起したっていうことで、これ砂になってます。だからもうまだ植物とかできてないんですね。どんどんものすごいスピードで隆起してるっていうことなんです。でここも全部隆起しています。ここ見てると本当隆起してるっていうのがすごいわかるんですね。でこれが、科学者が危ないと言っている硫黄島ですね。でここに住んでるのは陸上自衛隊だけです。で100万人ぐらい、被害が起きるとかっていうふうに言っているので、ここの大噴火、破局噴火が起きると、まあもしこの隆起速度があると、このトンガ噴火どころじゃないって言われているので、大きな津波が来るんじゃないかと思います。そうするとこういうふうに言って、この日本のすごい人口がある関東、中、そして大阪とかこっちの方に津波を押し寄せてきて、すごい被害が出るんじゃないかなと言われていますね。これが危険だと言われた原因だと思います。本当に、前回はちょっと間違ったことを言っちゃったので、失礼しますが、これは本当に気をつけてください。もう一つだけ、この前間違えました。噴火指数っていうのがあってですね、1から8まであるんですけど、規模が10倍って言ったんですけど、間違いです。10倍の3乗ですね。だから100だから、100の10倍で1000倍ですね。1000倍違うんですね。だから、ピナツボ火山が6、それで破局噴火が、8だとしたら、すごく、1000倍の間100万倍違うということになりますね、規模が。それで、この歴史上で8があったところっていうのが、これはですね、ホットプレートの真ん中にあるので、ホットスポット噴火なのかもしれないんですけど、このイエローストーンというところですね。イエローストーン、アイダホ州のここですね。これが大きなカルデラになってます。で、こ
こもですね、周期的にいつ噴火してもおかしくないと言われています。だからアメリカ、これが起きたらもう、地球上にすごい影響が起きると思います。気をつけて、いかがでしたでしょうか。噴火、僕らの力ではどうすることもできません。そしてこれは必ず来るというわけじゃなくて、今すぐ来るというわけでもない。ただ今すぐ来るかもしれない。そのくらい分かってないことが多いのが火山なんですね。だからもし噴火やその、兆候が見られた時には、僕らはどういうふうにしたらいいのかというのを、常に考えて行動するのが大事だと思います。前回で、3カ所ぐらいちょっと間違ったところがあったんですが、ですね、次回もですね、今度は日本の火山をゆっくり紹介したいと思います。それではチャンネル登録、そして、高評価などもよろしくお願いします。そして、本編である海の紹介もぜひ見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。